ということで、今回はこの、ミスターサクセスというアプリをやっていきたいと思います。これは一体どういう状態なんや？拍手したら出てくるとかそういうことなの？あ、拍手が広がってった。お、来た来た来た。ミスターサクセス。このキャラクターの名前がミスターサクセスっていうことを今私が初めて知ったんだけど。はい。あ、なんか結構あるね。何するゲームかちょっといまいちよくわかってないんやけど、30まであるよ、ステージ。はい、じゃあまずは1から。ステージ1。はい。何？あ、なるほど、なるほど。曲げるのね。サクセス。超能力をやっていけばいいってこと？はい、ステージ2。タイミングとかは別に関係ないよね。あ、なるほど。サクセスめっちゃシュールなんやけど。超絶シュールなんやけど。はい、ステージ3。どういうマジックかわからんかったらなんかできんよね。これは多分棒を伸ばす。あ、違った、花が咲くやった。なるほど。なに、匂い棒みたいに伸びるんかなって思った。はい、ステージ4。何これは、なんか、口から火を吹く。あ、違った。あ、もっと？もっと？どんだけ出るんだ。サクセス。なるほど、口から国旗ね。ステージ5。これは多分、こう、体が分かれる、トモコレでもあるやつ。まあ、トモコレはあれか、上下やけどね。めっちゃ無表情やん。で、ステージ6。これは？え、これは何なの？近づくの？あ、元に戻る。あ、そういうことね。つながるんや。てか、観客同じ人しかおらんくね。はい、ステージ7。これはテーブルクロス引きやろ。あ、え、この人何もしてなくない？え、この人何もしてないよ。はい、ステージ8。え、これは？中には何かが入ってる。しかし開けると？どういうこと？そういうこと。なるほどね。サイコロがタワーになっとると。はい、ステージ9。これはこういうやつやろ。え、なんか、観客席に来たんやけど。これマジで瞬間移動したよ。てってれーじゃないよ。はい、ステージ10。これサクサクいけるね。え、これは何？どういうやつ？あ、空中浮遊。え？待って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 。これあれやろ？空中浮遊じゃないの？めっちゃなんかまばらな拍手やった。え、多分これ。違う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 。ちょっと待って。あ、これあれか。この両端の椅子を取るんや。やのに、種が見えてしまったわけやね。こういうことやん。なるほど、そういうことか。仕掛けをなんか丸分かりにしてしまったわけやね、私が。はい、ステージ11。あ、これ首が落ちるやつや。あっ。パッドの具合がね。おー。ステージ12。え、これは鉛筆がぐにぐに曲がるやつ？小学生でもやるやつじゃない？え、なに？え、なに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 ？え、ちょっと待って、もう一回もう一回。え、これぐにぐにはなるやつじゃない？こうやりよったら、ほら、あーっとラッとラッとラッと続ければよかったよね。いや、なんか急にレベル低くなったことない。これ小学生でもやるよね。私やりよったよ、小学生の時。はい、ステージ13。え、何？何やるのこれ。全くわかんないんだけど、帽子？違うね。どうした？ズボン？え、ちゅ、蝶ネクタイ。
うすんのこれ。ピョン。え、何がサクセス？全くわかんないんだけど。え、あれやない、かつみさゆりのさゆりみたいな、まあれはね、この髪の毛のとこのリボンやけど。あれは何、跳ねるの？跳ねてどうするの？はいはい、のけるとか。のけない。のけない。どっか行くよ。え、なに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 、天井に刺さってるとかそういう、なに、え、どこ行った？え、いない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 、ここ？そういうこと。なるほど。はい、ステージ15。なんかハエ。これを、よし。やだ、蚊じゃなくてハエやろこれ。結構でかいよ。何の拍手だ。はい、ステージ16。何あれ、潰した生卵。え、何これ。あ、口でキャッ、く、ポップコーンか。気づいたのに。ちょっと遅かった。はい、もう一回。なんなん、小学生がしそうなことになってきたぞ。お、くっちぃ。かわいいか。で、ステージ17。え、これは？これを取る。あ、来いよ。はっ。え、いつの間に帽子の中に？すごい。え、鳩の瞬間移動。ステージ18。マイクの線が繋がってないけど。え、待って、これはなんだ？どういうことだ？え？マイクの線が繋がってない。え、関係ない。何が王なの？普通にマイクスタンド上げただけじゃないの？違うの？はい、ステージ19。あ、そういうこと。マイケル・ジャクソン的な。前回りかと思った。はい、ステージ20。え、次は後ろ？え、ちょっとびっくりしたんやけど。失敗したんかと思った、一瞬。はい、ステージ21。これは、頭で割る。違う？え？あー、浮かせるのね。そういうことね。めっちゃ野蛮なこと。頭でガンっていくんかと思った。違った。これは、ひっくり返すやつね。え、ちゃんと受け止めろよ。何？そのまんまじゃダメなの？動かさないとダメとかそういうこと？はい、もう一回。で、お。おー、何？どうやれば受け取れるの？これ普通に。もうちょっと上に持っていかんといかんとかそういうこと？あ、え、なんなの？え、どういうタイミングで行けばいいんかが全くわからんのんやけど。待って、もうちょっと下で受け止めればいい。使うと？まっすぐ？なん、なに？もっと平行に？あ、これでいいんか。なるほど。普通に下手くそやったってことやないしか。はい、ステージ23。お、なに？一人めっちゃ、やめてって感じになってるけど、そこを狙えばいいかな。違う？ああ、ごめんね。お腹。お腹。何？どう行けばいいのこれ。あの一人なんかビビってる子は関係ないの？あ、なんか場所が移動した。こっち側を動かすわけではないよね。はあ。あれ？あれ？てか、この人ずっと靴下これ。靴履いてるの？ミスターサクセス。お。これ、避けるタイミングで、いける。わからないんだけど。あ、
こう避けるのと同じタイミングになるよね、蹴るのが。え、これはどうやったらいけるんだ。お、低いんよね。このボールのさ位置がすごい低いんやけど、これボールの蹴る位置は上げられないの？あ、これね、引っ張れるの。あ、行った。やっぱりあの子が避けた隙にみたいな感じなんやね。なるほど。ステージ24。何次は。あ、めっちゃびっくりした。ちょっと、突き指するんじゃないかぐらいの勢いやった、私。私、何が起こるんかわからんかったけん、全然構えてなかった。何ドリブル？はい。でもね、リアルの私もこんな感じよ。ドリブルとか下手くそすぎて。はいはい。タイミングと、もう一回もう一回。ここはどうやったらサクセスになりますか。あダメすぎる。はいはい。もうこれ絶対観客すごい疲れてきとると思うよ。何回するねんこいつってなる。でもね、これね、全然反応してくれんのんやけど、絶対できとるやん、ドリブル。あんだけ手動かしとったらね。それともなんかもっと違うことをする。どういうことよ。逆切れ。どういうこと？わからないんですけど。絶対できるって、もしかしてもう片方の手がなんか必要とかそういう、ないか。ないか。一回来い。これでいいの？ねん。これでいいんや、マジで。これでサクセスなの？めっちゃしょぼくない？え、連続ドリブルじゃないの？持つの？ステージ26。え？何？どうするのそれ？間に入れるの？その26を。え？どういうこと？ 26 なんかないよ。え、それは、え？どういうこと？26とかないよ。さあ、これは。で、それは別の数字にするしかないんじゃないの？違うの？ 26？26？ え、どういうこと？なんかこの辺の似た数字。え？何？え？全くわからないよ。違うよね。え？何？どうすればそれが、え？これってこと？いや、意味がわからないんだけど。え、それは合格してないよ、何も。どういうこと？ステージ27。五つ星！イェーイ！よくわからんけど。よくわからんけど。はい、ステージ28。シャン。いや。はい、ステージ29。お、渡しても？何？次は。おー、終わり。あれ？ステージ30は？え、30あったよね。え、終わり？終わりと見せかけて、
はい、ステージ30。観客側？アンコール。で、幕が開く。おー、変わり身の術。めっちゃブーイング起きてない、大丈夫。みんなの顔よ。え、なに？この中のどこかに。え、なに？ここか？いや、今回は違うんかい。え、どこ？なんかこの、どこ？これか。そういうことね。何気にちょっと首が太い。そういうことか。オールサクセス。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかさ、なんか意外と地味なとこで、どういうことってなってしまったりとか結構するね。いやでもシュール、めっちゃシュールやけど楽しい。サクサクいったらね、もっと良かったんやけど。